今回はニューバランスのフューエルセルシリーズ、こちらの一足紹介したいと思います。どうも、マツランチャンネル、ハギーです。今日はですね、ニューバランスの新ラインフューエルセルシリーズの一足ですね、こちらフューエルセルエコーを紹介したいと思います。ぷぷー。前回ね、ニューバランスの新ライン、まあ、フューエルセルっていうラインがね、新しく出たので、まあ、それについてのお話をさせていただいたんですけど、まあ、その流れでね、一つ紹介したいと思います。まあ、現在ね、まあ、ニューバランス半蔵ラインと、今新しく今年出たフューエルセルライン、まあ、ここのね、二つの軸で、今後ね、広がっていくことが予想されるんですけど、まあ、今年に入ってそのフューエルセルラインっていうのができて、9月ぐらいかな、8月、夏ぐらいかな、に、何足が出て、今4つ、フューエルセルラインで4つ今発売されてるんですよ。で、1つが、まあ、前回も紹介したんですけど、フューエルセルの5280っていう、まあ、ほんとトップモデルですね。もう薄底でプレートが入って、もうトップアスリート、スピードを追求するようなモデルなんですけど、その他3つが、プロフィール、あと、フューエルセルレベルとプロペルと、このエコが3つが発売されてます。で、この、フューエルセルのエコっていうのが一番新しいモデルですね。なので、フューエルセルシリーズとしては最も新しいモデルがこれです。よし。かわいいよね。かわいい。デザインこんな感じ。カラーもね、結構いろいろあるんですけど、僕はね、この色にしました。ソールこんな感じ。ちょっと汚れてますけど。ですので、今日はこのフューエルセルのエコのね、レビューをね、撮っていきたいなというふうに思います。まあ、前回紹介したんですけど、フューエルセルシリーズについて紹介させていただいたんですけど、まあ、今回ね、ボリューム1が出たばっかなので、まあ、期待これからね、どういったシューズが出るのかなっていう期待するのが、まあ、これからなんですけど、まあ、今回出たのが、まあ、その4つのモデルの中で、もう5280に関してはもう買えないわけですよ。もうどうしても買えない。僕欲しかったんですけどね。欲しかったんですけど、もうほんと買えない。トップレーシングモデルですよ。ガチのレーシングモデル。もう形状がこんな感じで、ほんと、トラックで履くスパイクのモデルをロード版にしたような感じなんで、グリップがめちゃくちゃ強くて、ロードを掴んで進むような感じが1個出たのと、あと3つに関しては、この今回フューエルセルっていう、これが入ってるんですけど、反発弾性、まあ、リバウンドとかね、反発弾性をテーマにしてるものですね。まあ、もんでくっついて、その弾力でバイーンっていう風に進みますよっていう、このね、フォームが搭載されてるんですけど、レベルとプロペルとエコーが出て、まあそれぞれ、まあ、僕は、レベルとプロペルもちょっとだけ履いたんですよ。まあ、手元に僕ないので、僕のものではないんですけど、ちょっと履かせてもらって、まあ、軽いジョギングとかさせてもらったんですけど、基本的には僕の感覚で言うと、まあ、ジョギングシューズのイメージが近いですね。まあ、距離走とかペースが遅ければ、まあ、使えるのかなっていうような感じです。で、確かに、グンっていう風に進むスピードはあるんですけど、まあ、スピードトレーニングとかをこう、ガンガンやっていこうとか、距離走とかもガンガンそれでやっていこうっていう感じではなかったですね。まあ、クッション性があってグンって進むので、確かにね、スピードを出そうと思えば出せるのと、接地断定感があれば結構良くて使えるので、まあそれね、手に入ったらちょっとレビューを取りたいなと思うんですけど、今フューエルセルシリーズ結構履いてるランナーが多くて、まあ、デザイン性がどれも結構高いかなっていう印象がありますね。レベルとプロペルに関しては結構街でジョギングとかしてるランナーを見かけるので結構履いてると思うんですけど、まあそれどうしようかなと、僕も何買おうかなと思ったんですけど、ただこの新しく出た最新モデルのフューエルセルエコー、これをね履いてるランナーがそんなにいなかったのでね、まあ、せっかくならそれ履こうかなと思ってね、まあ、これからレベル、プロペル、エコー検討している方にね、少しでもねアドバイスできればないいかなと思うので、今日はねエコーを打ち出していきたいなというふうに思います。レビューをね撮りたいなと思います。で、メーカーが打ち出しているところなんですけど、基本的にねこのフューエルセルのエコーに関してはね、タウンユース寄りなイメージですね。打ち出しとしても、まあ普段にも使えますよ。まあもちろんランニングも使えますよっていうところなんですけど、デザイン性に結構特化してるような感じです。で、レベルとプロペルに関しては、まあランニングシューズ、まあ専用とまではいかないんで、デザイン性が結構高いんでね、まあタウンユースでも結構履けると思うんですけど、まあ一応接地を安定感を高めて、まあランニングシューズとして打ち出してるのが二つで、このエコーっていうのは、もう待ち履きとしても使えますよっていうような感じの打ち出しをします。で、僕の履いた感じも、僕もね、購入した理由としてもやっぱそこなんです。履いた感じ、足を入れた時の、クッショニングの足入れの感覚がすごい良かったので、全然、ランニングでも使えるなっていうことで、まあ、どっちでも使える、デザイン性が高いんでね、待ち履きでも使えるかなっていう、ニューバランスの靴が欲しかったので、
まあこれを買ったんですけど、まさにね、履いた感じもそんな感じですね。で、一言で言うと、ランニングでも使えるっていうような表現が正しいかなっていうふうに思います。まあ、ランニングができるっていうよりも、ランニングもできるっていうところです。普段の街歩きはデザイン高くて、街歩きとかにもするし、まあ、いざね、まあ、その場でちょっと走ろうよってなった時に、軽く全然走るような感じです。で、ランニング専用として使うっていうよりかは、ちょっと旅に行く時とかね、で旅に行く時とかって、まあ、旅行とかね行く時って靴ってやっぱ何足も持って行きたくないじゃないですか。かつでも旅先でもちょっと走りたいじゃないですか。そんな時にこういった靴があると結構いいかなっていうふうに思います。なんでもう普段の私服とかにこれ合わせてそのまま行けるし、向こうに行ってもちょっと5キロぐらい軽く走ろうよとなった時も走れるような感じなので、まあそういった打ち出しが打ち出し通りの感覚だと思います。で、履いた感じで言うと足入れ、もう試着の時にも感じたんですけど、足入れのね、このフィット感がやっぱすごいいいです。で、言ってのも、素材がこのニット素材なんですよね。ここもそうだし、ビヨーンって伸びるし、ここもニット素材。めちゃくちゃ伸びる。このニットが。こんな感じ。わかるかな？伸びる。ここも結構伸びるので、足を入れた時に足をグググって浮かすと結構ビヨンビヨンビヨンって伸びるような感じなんです。で、これってランニングシューズで考えた時にこんだけ足が動いちゃうのは、あ、ちょっと嫌だなとかね。まあジョギングとかあのペースランニングくらいだったら構わないんですけど、スピード上げた時にこんだけニットが動いちゃうとやっぱ足が動いちゃうので嫌じゃないですか。ただ、いざね、ウォーキングとかあの待ち履きとかに考えた時にやっぱこんだけ伸びてくれるとストレスがなくて快適なんですよ。すごい。なんでウォーキングとかにやっぱめちゃくちゃいいかなっていう感じです。だこのニット素材が伸びるんで、足を入れた時、まあ足を浮かした時の快適化っていうのはすごいありますね。というのがめちゃくちゃいい。で、ここのね、かかとのね、これちょっとね、分かりにくいと思うんですけど、手を入れると、ここのね、足のね、かかとのところ、ヒールカウンターのところに、ボコボコっていう出っ張りがあるんですよ。見えないよね。見えない。まあ、最近こういう靴が結構多いですよね。かかとのところにボコって電波にあって、アキレス腱周り、足首周りをこう固定してくれるような形状にされてるんです。で、この子がね、すごいいい役割してるので、周り、ここの履き口とかはニットで伸びて動くんですけど、ヒールカウンターの部分、この出っ張りのところで、あの、ホールドしてくれるので、かかとのね、フィット感すごいいいです。なので、こんだけニット素材で伸びたとしても、かかとがこうしっかり積んでくれるから、脱げるってことが全然ない。なので、ランニングでも全然いけるっていうような感じですね。で、確かにここもニット素材なので、グーって締め付けたとしても、多少足首周りのフィット感は薄いかなと思います。だランニングシューズ専用のものと比べると、まあ、ここのフィット感っていうのは足首周りのフィット感はすごいないんですけど、実はね、ランニングシューズと、ランニングシューズとウォーキングシューズ、まあ、待ち履き用として検討したときに、やっぱね、待ち履きとして優先順位高いのってやっぱデザイン性ですよね。デザイン性がやっぱ高いのがいいのと、その次に快適かどうかだと思うんです。快適かどうか。で、ランニングシューズ、普通のスニーカーと比べて、ランニングシューズとして打ち出してるんで、もう普通のスニーカーと比べたら履き心地はもちろんいいのはもちろんいいわけですよ。ただその中でも、やっぱ履いた時に長時間歩いた時にも、ストレスなく快適に歩けるかどうかっていうのが結構ポイントなんで、こういったね、ストレスなく伸びるような感じ。結構ここ補強材とかもされてて、カシカシにやってると、走ってる時はいいんですよ。走ってる時1時間とか2時間とかね、走ってる時には浮かないっていいんですけど、いざもうちょっと長い時間、1日ウォーキング、1日街で歩いた時になると、やっぱこういった補強材とかが結構あったりするとストレスになってしまうと思うんですよね。で、こういった全部ニット素材で補強材も結構ない。内側もね、補強材がこれされてないんですよ。一部、ここのところに若干薄いなんか、止めてる部分はあるんですけど、まあ、ほぼニットですね、ここ。なので、一日中履いても快適に過ごせるかなっていうような印象になります。で、これね、ランニングも僕したんですけど、ランニングシューズと比べると、接地の安定感がやっぱそんなに良くないです。着地した時に、やっぱ沈み込むほどクッションは柔らかくないんですけど、接地した時にやっぱブレるような感じがありますね。で、開けた時に、やっぱ足が中で動くっていうのもあるので、結構ブレるような感じがします。で、安定感がちょっと悪いので、長時間のランニングとかはやっぱ難しいかな。まあ、1時間とか2時間ぐらいのジョギングだったら全然構わないんですけど、ただこれでスピードを上げようってなった時に、やっぱ足首がこうブレたりするので、変なところにストレスがかかって足を痛める可能性があるかなっていうような感じですね。スピードはやっぱそんなに出せるような
モデルではないかなっていうふうに思います。なのでやっぱ表現としてはランニングもできますよっていうところが表現が正しいかなっていうふうに思います。なのでこれね、ランニング、これ打ち出すときにランニングシューズってよりもなんかスニーカーとして打ち出して、スニーカーのところで履いてみて、あ、この感触めちゃくちゃいいね、一日歩いても疲れなさそうねっていうような打ち出しの方が嬉しそうな感じじゃない？可愛いよね。カラーもね、真っ白に青とか、あとね、オールブラックみたいなのも出てたかな、最近。とか結構カラーリングがね、一個素敵な色が多くて、もうもはやスニーカーですよね。だ、履き心地が最高にいいスニーカーみたいな感じですね。フューエルセルエコー。ですので、まあ、フューエルセルのモデル、だレベル、プロペル、エコーでどれか買おうかなっていうふうに並んでる感じの方がいれば、エコーをおすすめするとしたら、やっぱさっき言ったようにランニング専用で使うんだったら、レベルかプロペルの方がいいと思います。まあ、僕はレベルの方がいいかな。ああいった感じで言うと、フューエルセルレベルが一番フィット感とか安定感とかが高かったような感じな印象があります。まあそれに関してはそんなに長く履いてないので何とも言えないんですけど、まあ設置の安定感が結構重要だと思うので、ランニング専用として履くんだったら、まあレベルかプロペルがいいかなというふうに思います。でランニングだけじゃなく普段とかにも履きたいよとか、まあ僕みたいにスニーカー兼ランニングシューズ、まあ、なんかのイベントとかね、イベントを行く、ランニングのイベントを行くときとか、まあ、みんなの前でね、可愛い靴を履いていきたい。まあそこででもランイベントとして軽く4、5キロ走るんだよとかね、そういったとき用に使いたいんであれば、エコーが結構いいかなってに思います。デザイン性が結構高い。で、レベルもプロペルも結構可愛いんですけど、まあ作り的にはやっぱランニングシューズの作りっていうような感じですよね。なので、まあそれに比べると、ちょっとデザインの作りがこうパッと見てもやっぱスニーカーっぽいですよね。あれスニーカーなの可愛いねみたいな感じで言われるんじゃないかなって思います。なんでランイベントもしくは旅行先、結構旅行に行って旅ラン的なね、旅行先で結構走ったりする、もしくは出張が多くて出張先でランニングをする方とか、まあ、靴も何足も持っていけないよっていうような方とかはフィレスでエコー結構おすすめかなっていうふうに思います。まあタウン、街でも使えるし、ランニングシーンでも使える、まあランニングでも使えるしっていうような感じですね。なんで僕は、スニーカー兼ランニングっていうような感じですね。まあランニングメインとして僕は使うことがあんまないかな。まあランのイベントとかね、まあ普段街歩きとして使いながら履き心地のいいスニーカーとして使える方だなというふうに思います。で、ね、一応最後伝えたいのが、この後ろ歩いた時と、これ歩いた時と履いた、走り出した時のクッショニングの感覚が結構違くて、それが結構驚きました。で、歩いた時にはそこまでのクッション性っていうのは感じないんですよ。まあ履き心地はすごい良くて、ニット素材なので結構伸びるし、通常のスニーカーと比べたら断然にこうクッションがあって柔らかいんですけど、歩いてる時に、あ、そのフューエルセの感じっていうのはやっぱそこまで伝わらないです。まあ履き心地はいいんですけど、ただ、いざちょっと軽い小走りとかジョギングした時に、やっぱこのフューエルセルのフォームが結構活躍して、グンって進むような感じがあるんです。で、柔らかいクッションの中で、グンという、まさにこう反発弾性を感じるような感じですね。で、このエコーでもそれを感じたってことは、やっぱレベルとかプロペルとか長く履いてればもっと感じるだろうし、まあこれからね、ボリューム2とか3とか出た時にフューエルセルシリーズでね、どんどん改良されてもっといいミッドソールとか挟み込んだり、これにカーボンとか入ったら、まあ、結構楽しいな一足だと思うので、今のうちにね、初代フューエルセルシリーズをね、手に入れとくのもありかなって思いますので、いいね、興味のある方、まあ、ランニングシューズでも使える、まあ、タウン街歩きとしてスニーカーでも使えるし、ランニングシューズも使いたいなっていう方はね、結構いいんじゃないかなと思います。決してランニングはできないわけじゃないですね。うん、僕の感じで言うと1時間ジョギング、90分ジョギングぐらいだったら全然問題ないです。問題ない。で、いざこれでね、インターバルでガツガツ走れって言うと、あ、ちょっと大丈夫かなっていう感じはしますけど、1時間のジョギングぐらいだったらね、全然快適に走れるんで、まあ問題ないかなと思います。まあ興味ある方はね、ぜひデザイン性高いんでね、いろんなカラーリング見てください。